さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。完全に心肺が停止いたしました。嘘だろ。嘘だよな、つぼみちゃん。死んだなんて嘘だろ。そうよ、花咲さんが死ぬわけないじゃない。だってあんなに刺されたっていつも死んでなかったんだから。でも心肺が停止って、それってつまり心臓が動いてないってことですか。全力は尽くしました。だけど出血が多かったみたいで一足遅く。はあ、はあ、小暮さん、つぼみ、つぼみはどこ、大丈夫なの。つぼみちゃんのお母さん、そのたった今心臓が止まりました。は、心臓が止まった。嘘でしょ。つぼみ何寝てるの。ママお仕事途中で放棄してきたのよ。ねえ嘘でしょ。嘘って言って。わかった、これあれでしょ、 YouTube の企画とかで私にドッキリを仕掛けてるんでしょ。そうでしょつぼみ。もうみんなもそういうのやめてよ。お母さん、僕もこれが YouTube の企画だと思いたい。どうして、どうして現実はいつもこんなにも残酷なんだ。そんな、つぼみ。あれ、ここはどこ。なんだかちょっとひんやりして冷たいな。誰かのお家？見たことないけど、ここは桜町じゃないよね。あ、あそこに誰かいるみたい。聞いてみよう。はい、皆さん、ちゃんと一列に並んで、こっちで住民登録してもらいますよ。嘘、あれって、天使？よく見るとみんなの頭の上に輪っかがついてる。ってことはやっぱり私死んじゃったんだ。そりゃそうだよ、あんな無茶なことばっかりしてたらいつかは本当に死ぬと思ってたけど。今頃ママ泣いてるかな。小暮さんたちにもいっぱい心配かけさせちゃったな。っていうか私ちゃんと天国に行けるのかな。つぼみちゃん、つぼみちゃん。え、その声は関さん。しー、ダメつぼみちゃん、大きな声を出しちゃ天使に気づかれるだろう。とにかく話は後だ、ちょっと俺について来い。よし、ここだったらバレないだろう。つぼみちゃん、久しぶりだな。関さん、関さんおいおい、大歓迎だな。大きくなったなつぼみちゃん。関さん、やっぱり私って死んじゃったんですよね。俺と会ってるっていうことはそういうことになるな。まったく遅かれ早かれこういうことになるとは思っていたけど早すぎるんだよ。ですよね。まあ自業自得なんでしょうがないです。ああ、もっとお母さんに親孝行したらよかったな。美味しいものももっとたくさん食べたらよかった。自分のやったことに後悔はないけど、でもやっぱりまだもうちょっとだけ生きたかったな。やっぱりまだまだ子供だなつぼみちゃん。じゃあ戻るか、桜町に。ちょっと関さん、やめてくださいよ。これ YouTube の企画とかじゃないですよ。私たちもう死んでますよ。いたいた、探したぜ。まったくもう勝手にどっか行くんだから。え、小暮さん、小暮さんも死んだんですか。はっはっは、違うよつぼみちゃん、そいつは俺の担当の天使だ。小暮にそっくりだろう。ああ、その子が散々言ってた花咲つぼみちゃんね。でどうすんだよ、マジで神様のとこ行くの。当たり前だ、このままつぼみちゃんを死なせるわけにはいかん。わっ、すごい、関さん飛んでる。マジで知らないよ、特にお前がどうなっても分かっているさ。さあつぼみちゃん、神様のところに行くぞ。なんだかすごいスケールが違う。やっぱり本当にここ天国なんだ。ほんとさ、お前の担当になってからなんか暇がなくって忙しいぜ。
何言ってるんだ、暇よりちょっと忙しいくらいの方が生きてる心地がしていいだろう。関さん、もう死んでるのになんだか相変わらずだな。関さん、今から何するんですか。決まってるだろ、神様に直談判するんだよ。つぼみちゃんを生き返らせろってな。そんなことできるんですか。それだったら関さんも。いいからいいから、つぼみちゃんは黙って見てなさい。神様、失礼いたします。私が担当している人間が神にどうしてもお話があると。またお前の担当している人間がギャーギャー騒いでいるのか。まったく懲りないやつじゃの。神様、特別扱いしろとは言わんが頼みがある。あの子はまだ天国の住民登録もしていない。こっそり生き返らしてやってくれないか。バカ、お前頼み方ってもんがあるだろ。神様に失礼だろ。ふん、相変わらず罰当たりなやつじゃの。お前みたいなやつがなぜ天国に来たのかさっぱりわからん。いや、選んでるのは神様じゃないんですか。関さん、ダメですよ、そんな無理なお願い。死んだのは私の責任です。私が危険なことに首を突っ込んでばっかりだから。こんなことで生き返ったら他の人に怒られちゃいますよ。ふむ、その子の言う通りじゃ。天国では皆平等が当たり前じゃ。ダメだ、つぼみちゃん、君はまだ死んじゃダメだ。俺は病気で死んだんだから仕方がないが、でも君は違うだろ。誰かを助けようとして自分が代わりに死ぬなんて俺は絶対に許さん。神様、こないだ話しただろ、あの条件だったら生き返らせてくれるんだよな。わしは別に構わんが、本当にお前はいいのか。ああ、もちろん構わないさ。関さん、何ですか条件って。なーに、大したことはない。つぼみちゃんは心配しなくていい。それじゃあ早速生き返らすぞ。待て待て、少しぐらい話をさせてくれよ。話したところで無駄じゃ。この子は現世に帰ったらこの時の記憶はない。それでも構わないさ。もしかしたらどこかで通じるものがあるかもしれないだろう。つぼみちゃん、高校生になってとっても綺麗な女性になったな。元祖事務所の社長としてつぼみちゃんに最後の命令だ。次はつぼみちゃん、自分が幸せになりなさい。わかったね。嫌です。関さんも一緒に帰りましょう。私もっともっと関さんと一緒にお仕事だってしたいし、それにもっといっぱい。こらこら、つぼみちゃん、もう俺のために散々いっぱい涙を流してくれただろう。その涙は感動した時や嬉し涙に使いなさい。神様、頼んだ。関さん、私天国に来ても関さんに助けられてばっかりですね。なーに、子供なんてそういうもんだ。次ここに来るときは後悔しない生き方をしたときに来るんだぞ。わかったね。はい、ありがとうございました。関さん、またお会いできるの楽しみにしてます。お前の望み通り生き返らせてやったぞ。つうかマジでよかったの。あんた今から地獄行きだけど。ああ別に構わないさ。ここでのほほんと平和に暮らすより地獄行きの奴らを改心させる方が面白そうだろ。やれやれ、頭が少々狂っておるな。確かにあんたは地獄の方が似合うかも。つぼみちゃん、頑張れよ。あれ先生、大変です。また心臓が動き始めました。なんだって。そんなはずはない、私は心臓マッサージも行っていないぞ。つぼみ、あれ、ここは病院。つぼみ、あんたまた死にかけたの。何回ママを泣かせたら気が済むのよ。ごめんママ、私心配かけさせてばっかりだね。花咲さん、お帰りなさい。つぼみちゃん、お帰り。つぼみちゃん、待ってたよ。つぼみちゃん、天国に帰るのはまだ早いんじゃない。ごめんみんな、ただいま。信じられない、これが現実なのか。心臓が止まった人間はもう死んでいるんじゃないのか。
神戸くんだったっけ。今目の前で起きてること信じられないだろ。でもさ、その信じられない奇跡を俺たちはいつもつぼみちゃんに見せられてるんだよな。ねえママ、私ね、関さんに会ったような気がするんだ。もしかしてあれかな、関さんにまだこっちに来ちゃダメって怒られたのかな。そうね、もしかしたら関さんがあなたをこっちに返してくれたのかもね。記憶はないけど絶対関さんだ、そうに違いない。まだまだ私頑張るんで関さん見ててくださいね。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。